じゃあどうすればいいのよ。愛情の言語化はとても大事なことなのです。それが告白とあればなおのこと。会長のどこが好きなんですか？その気持ちを素直に言葉に。列から離れて歩く人がいるとちらりと振り向く横顔が好き。嫌味なくらい実直で地味に負けず嫌いですごい鈍感かと思ったら本当は見ていてくれてるところとか。海外に行かないでなんて絶対言えないでしょ。ごめんなさい、かぐや様。告白絶対成功させましょう。